とど体質の食事療法今、街の至る所にコンビニエンスストアが乱立しています。手軽さ、便利が受けて、若者や小さい子どもたち、単身赴任のお父さんなどが多く利用しているようです。深夜、営業や24時間営業を売り物にする、これらコンビニ店では、スーパーのような生鮮食料品はほとんど見られません。 営業時間が長くしかも小型店でありながら品揃いを良くするためには品質劣化しにくい商品が多くなるのはやむを得ないのでしょうこうした売り手の都合が消費者の需要を導くおかしな風潮が一段と加速しているように感じますレトルト食品やインスタント食品サンドイッチ弁当惣菜などに含まれる酸化防止剤や保存料のほとんどは 無無味無臭に近いものですですから入っていてもまず食べて気になるようなことはないのです中とど行性体質の場合は中性脂肪の層が厚く表面的には冷えを感じる人が多いため体を温めようと過食しやすい塩分や糖分が過剰となって体に負担がかかり出すと体の動きが悪くなり行動するのが億劫になる 生活面でも手間のかかること根気がいる作業はしたくなくなり食事も簡単に済ませようとする傾向が強くなりますついつい外食や出来合いの食材コンビニ食を使うことが多くなってしまう時代です結果的に体内には必要でない食品添加物や過剰な塩分などが蓄積してしまう悪循環を繰り返してしまうわけです 中滞在性体質の場合塩害や食品添加物の害が他の人以上にアレルギーなどの形で出るケースがしばしばありますこの体質を改善する上において根本原因である美エを取り除き血液循環が良くなるような食生活に努めることが肝心ですできれば主食は玄米もしくは古分づき米にして副食には人参。 ごぼう、れんこん、玉ねぎ、自ね薯といった根菜類、養成野菜を使った料理の比率を高めます。中、とど構成体質の食事療法の注意点を挙げてみます。いちご飯、うどんなどの麺類、パン、いわゆるでんぷん質を多く含む食品の食べる量を減らすことにできれば、主食は玄米、5分ずき、米の油脂を含むご飯にして。 よく噛んでゆっくりと食べる。ゆっくりよく噛んで食べることによって消化を促し満腹感を持たすことができる三油脂は植物性のものハイメ油ごま油オリーブ油などを使って調理する動物性食品肉や卵は時折少量食べる程度にする4塩分を控える味付けは控えめにする 化学調味料を使わずに食材の組み合わせやあえ方に工夫をして食べてほしい出汁は即席の出汁の素を使わずに手間でも昆布かつお節ひしいだけでとってほしいものですご等分を控える甘い菓子まんじゅうケーキ砂糖塩をたくさん使っているスナック菓子などは極力避ける果物は少量ならいいが 食べ過ぎはいけない。けな糖分は即カロリーとして利用されエネルギーに添加されやすいが糖分の細胞組織を緩める性質が中とど構性体質の緩んだ細胞組織をさらに悪化させることにもつながるので極力控えた方がいいでしょう6個の体質に合いやすい食品健康食品根菜類ごま根昆布などの海藻類ビワ茶ゲーセン 小麦ハイメアブラギムネマシルベスタ。以上のようにいろいろと制限されると実行しにくいがここはしばらくの辛抱ですから慣れるまでの数ヶ月意志を強めて実行してください食欲が旺盛な人に食べるなというのは指導する側もされる側もつらいものです食べる総量を減らすコツはよく噛んで食べることとゆっくり落ち着いて食べること 間食をしないで規則的に食べることですさらにこの中都度構成体質は非都度構成体質と合併している場合もあります温熱法や運動と組み合わせて実行して体質の立て直しがスムーズになるよう心がけてくださいこの健康法を行い体質が正常に戻ってくると今まで以上に甘いものが欲しかったりしていたのがなくなってきます それまで塩分過剰で体内の細胞が締まりがちだったために陰性な性質の甘いもので体内を緩めようと要求していたのが改善されるためです経験者が語るには勝ってまで甘いものを食べたくなくなったと言います病体質の改善だけでなくダイエットという点でも理想の方法だと思います